こんにちは、かくすけです。やっていきましょう。三平分の続きです。前回ね、地味な一日があったようで、で、秋ですね。お、ベトベト。よしよし、間違った。ちょっとボタンをね、若干久しぶりなものでね。あ、長靴じゃないか。長靴？ゴールドブーツですって。でも、売れるやつだな、これは。やった！おっしゃー。売る用だよな、これは。ベトベトのこれも、売っていいかな。魚たちも売っちゃおう。よし。秋だよ。秋のものを買って、とりあえず植えてるんだよな。魔法があるんだった。こっからやっていいよね。T。今日植えるかもしれないからね、新しく。先に。お、雨降らしておいてもいいでしょう。で、マンゴーができてる。マンゴーなー。ちょっと待って。ちょっと待って。操作をね。すごい久しぶりにプレイしてるから操作を忘れててね。農業レベルが上がったぞ。なんか茨みたいなのが出てるぞ。これが秋のお邪魔くんか。未使用のスキルツリーね。スキルポイントね。今日ルシアの家で待ち合わせだって。オッケー。農業ポイント、雨のやつ、マナの消費量を減らすか。最近はそんなにいいかな。樽、飲み物の醸造か。ペットと歩くと移動速度にボーナスが追加される。いいな。ペット、連れ歩く時が来たか？でもご飯、アニマルフード最近増やしたからね。欲しいです、もっと。秋のね、かかしをね、作らないとな。夏のかかしはもう終わりで、秋ですよ、もう。よいしょ。秋のかかし、あ、そっか、小麦がないのか。困ったな。買うって言ってたね、そういえば。かかし。マンゴーはな。よいしょ。マンゴーは、そこの、あの子にあげるつもりで育てていたんだけど、もういなくなったからな。よし、かかしを入れて、買おう。お金をね、3000円稼いだので、昨日。鳥ちゃん。あれ？水やってないことになってる？なんで？ 嘘だ。収穫したら水やり分が消えるのか。なるほど。アニマルフードはもう入れたね。そうか。やっほー、牛くん。よし。かかしを買おう。で、種も欲しいんだよな。よし。あ、なに、あなた。リンのお母さんだ。リンを三平部に送り出すのは辛かったけど、その価値はあったよ。彼女はここで家事の名人に成長してる。これ以上ないほど誇らしいよ。え、お母さんが来てる。突然だね。モンハントさんの誕生日が近いぞ。肥料の袋を自腹で買っています。地球肥料って多分私がいつも使ってる土の肥料だよね。ゲオ、秋のスパイスね。グリーンスパイス5つはどうだったかな。よし、あ、小麦。小麦欲しいな。全部買う。よし。
ルートも欲しいけど、秋の特番ないって言ってたね、そういえば。よいしょ、園芸屋さんのやつを見てたんだっけ。はい、何植えたっけ。とりあえず秋だけのやつを買ったんだよね、いろいろ。ポップとかソーダポップとかビジーフルーツは買ったような気がする。だけど秋と冬みたいなやつは後にしようって言って買ってないんだよな。クランベリーとか買ったかな。全部は買えてなかったような気がするんだよね。クランベリー、かぼちゃ、スイカズラ、あ、カカシ買わなきゃ。秋のカカシ買います。この時点でもう結構いったぞ。まあいっか、茶葉か。うん、茶葉、どこ、グアバ、ブドウ、カブ、どこ、ニンニク、マンゴー、ヒートフルーツ5個、ヤムイモ5個、うん、こんなもんだ。ビーツ、秋ナス5個、はい、以上です。植えましょう。で、グリーンペッパーの数を確認しよう。ただいま、植えるぞ。とりあえず小麦はいつでも必要で、カブ、マンゴーは片付け、カバーを取り出し、カカシを置きますと。これね、多分これだよ。どうすりゃいいんだこりゃ。土の、あれ？コードじゃなくて地球肥料って言ってたんだよな。これいいのかな。あ、うん、オッケーっぽい。うん、使い切るわけにもいかんな。うん、追加で5個作ろう。一回渡してからにしよう。で、グリーンペッパーを確認して、グリーンスパイス、ペッパー足りんね。うん、足りなきゃ仕方ない。おい、あ、もう肥料できたの？早いね。よし、ローザさん、あ、ルシアさん、また後でね。秋結構やっぱ変わってるね。お、ミョンさん、こんにちは。ローザさん、こんにちは。これなら大丈夫だ。これで完璧だ。農家さん、ありがとう。あ、肥料？レースで負けた人はその夜枕にしないといけないんだよ。ふふふふ。どういたしまして手伝ってよかったかな。ごめんな、枕にする人。うん、まあうちの肥料はリンゴ製なのでまだ優しいんじゃないかな。うん、動物の糞とかから作ってはいないよ。よし、リンゴ製肥料をまた作ろうね。よし、渡したからあとは自分で使う分だな。よし、
とできれば小麦以外のものに使いたいね。よし。もっともっと作りたいね。コンポスト。シードメーカーだな。全くもって使ってない。これで繰り返した方が安く済むんだろうな。特に何度も収穫できるやつとかね。でもまあいっかな。うん、今日はフォアグラはいらないな。ハズレ。マンゴーは博物館に入れるわけではなかったよな。ふわふわチョンパーだったよな。チョンカーか。ふわふわチョンカー。ここだ。秋ではなく、春でもなく、あ、夏は完成してる。あれ、秋の方なの？ないね。かぼちゃとかある。うんうんうん。ケールがないんだよな。うん。マンゴーどうしよっかな。種作ろうか。やった！ゲット！割れたメイジリングと魔力の書か。割れたメイジリングって何に使えばいいんだ？売るか。売るでいいよね。おやっほー、子供たちがいっぱい。勢ぞろいだ。秋になって新しい人が来るとかありそうだけど、どうかな？ペットのリードを手に入れた方がいいかな、そろそろ。マンゴーの種を作ろう。たまには、ここお花でしょ。パイナップル、マンゴーの種。うん、2個ほど作っておこう。作物なんか溜め込んじゃうんだよね。そんなに使うわけでもないだろうに。うん、溜め込んじゃうんだよな。で、あ、そうだ、石全100個手に入れたから、そろそろじゃないっけって言って、全然足りなかったんだっけ。忘れたね。忘れました。あ、まだなくなっちゃったか。こんにちは、ナサニエルさん。腕立て伏せ20回。ああ、なんてこった、赤くすけ。訓練兵の頃に戻ったみたいだ。思わず地面に倒れそうになったよ。少なくとも私の足を引っ張れたのは君だけだったな。ノリがいいな。少しからかっただけだよ。分かってるよ、分かってるよ。でも一瞬心臓が飛び出しそうになったぞ。目を覚ましてくれてありがとう。立派な剣を持ってるんだね。使いこなすことができるの？まず剣に気づいてくれてありがとう。実は母が使っていた軍刀なんだ。軍隊の武器は長く使うと破棄されるんだけど、この剣は母がとても大切に使っていたんだ。質問の答えだけど、私はあらゆるタイプの近接武器に精通しているよ。でもクロスボウはあまり好きではない。遠距離での戦闘は苦手だ。あ、私の逆だね。これはフォローし合えるのでは。警備隊長ならどんな武器でも使えるはずじゃない。うん、得意なことに集中したらいいんじゃない。あ、よかった。実のところ私はクロスボウの扱いには長けてるんだ。たくさんの充実した訓練のおかげでね。ただ私は近接決戦が好きなんだと思う。またね、好きなのが一番だよ。ルシアの家の前で待ち合わせ。
石魚を取る余裕はあるかな。よいよい。あ、通れなくなっているだと。はい。4時頃に撤退だ。4時ってすぐだな。あ、それにマナがない。よいしょ。完璧でもね、結局同じなんだよな。サンドフィストンフィッシュなんだよな、ここ。楽しさがないね。ほっほっ、完璧。イエス、サンドストーンフィッシュを捕まえた。はい、経験値があと1匹で溜まるぞ。経験値がどんどん上がるね。よりアップ。最初に釣った魚、マナーを集められる。キャストスピードを上げてみよう。結構時間かかるからね。身が来たか。嘘だー。はい、はい、オッケー。こんなもんで帰りますか。まだいける。あと1匹いける。ゴリゴリレベル上がって楽しいね、釣り。種類のね、豊富さは全然ないけど、ここ。うん、よし、帰ろう。ルシアさん、最近急接近してる気がするね。はい、時間ギリギリまでちょっとゴリゴリと掘って。はい、レベル上げていこう。よし、帰ろう。必要だったか確認したような気がするんだけどな。もう忘れたよ。あ、ルシアさん、家の前ってルシアの家ってルシアってこんなとこなの。あ、知らなかった。危な、役場の前で待ち合わせだと思ってた。ルシアさん、こっちだったか、家。ここかな。確かにここにちょこちょこいる気はする、ルシアの。あ、ルシアの家だ。危なかったな、場所間違えるところだったよ。こんにちは、ルシアさん。かっこいいね。こんばんは、カクスケ。どうぞ中に入って。準備はできたよ。私の家に来てくれてありがとう。すごいな、お家。カクスケ、プライバシーがあるって贅沢だよね。私の家は君にとって快適だって信じてるよ。ルシアの家、美しいね。おお、ありがとう。センスが合わないかと思ったのに。いやいや、素晴らしいセンスですね。ありがとうございます、カクスケ。私は家の装飾に力を入れてるんだ。私の家の中を見たことがある人は少ないから認めてもらえて嬉しいよ。カクスケ、私が君を家に招いたのは、君がこの町で
私が私でいられる数少ない人の一人だからだよ。本当に自然体でリラックスできるって意味。嬉しいね。仕事柄完璧主義にならざるを得ないし、常に自分を証明することに多少の不安はある。でも君のそばではそんなことは一切考えられないんだ。爽快だね。完璧を求めると疲れるよね。そうだね、確かに。でもね、私が仲間のために頑張ることを諦めるだなんて一瞬たりとも思わないでね。私への信頼を損ねないようにしたい。こういう率直な会話はあんまりしないんだよ。ルシア、何でも相談してくれ。聞いてくれてありがとう、カクスケ。私たちの世界ではこうやってそうやって聞いてくれる人はますます少なくなってるんだ。私も含めて誰もがいつも忙しくしている。よければ今一度率直にお話しさせていただきたいさせてもらいたいんだが。どんなこと？しまった、時計見なきゃよかった。もうこんな時間だよ、カクスケ。君をお家に帰らせないとね。いいよ、お泊まりでも。カクスケ、君が帰る前に、君が私にとってどれだけ特別な存在になったか伝えたいんだ。君のことを考えると知らず知らずのうちに笑顔になってしまうんだよ。今まで誰もそんなことはなかったのに。私にとってもあなたは大切な人ですよ、ルシア。明日きっと街で会いましょう。今夜は暖かくしてね、カクスケ。うわー、モテモテだ。ハートマックス近かったね、ルシアさん。あー、悩むよ。ルシアさんいいよねー。あ、肥料をちょっと追加できるかな。コンポストが結構時間かかるからまだできてないかもしれないけど、よいしょ。あとペット用のリードを買ってみたいんだったな。忘れてたや。まあそこまで大変。なんかね、なんか連れてくのもなんかね、ペット連れ回すのもちょっとっていう気持ちになっちゃうからな。やっぱ時間かかるよね、これ作るの。うん、ヒートバイパー倒そっか。やっぱそうだな、アダマントまでしたからね。ジュン君こんにちは。あ、カクスケ、あなたを探してたんだ。町内アンケートに興味はない？なんで町内アンケート？大したことじゃないよ。三平分市民の気持ちを知るために時々こうしてちょっとしたものを用意するのが好きなんだ。仕事に役立つ情報にもなるんだろうね。あ、別に仕事に役立つってわけでもないんだけどね。ただみんなの気持ちを知るのが楽しくて。もちろんそれがカウンセラーとして役に立つこともあるけど、みんなの思いを知ることができて嬉しいんだ。単純に本当に人が好きなんだな、ジュンさんは。気になるな、アンケート見せて。素晴らしい。あなたが時間を割いて手伝ってくれるのは嬉しいな。忙しくて時間が取れない人もいるけど、それでもいいんだ。三平分を最高の場所にすることが僕が仕事をする理由のほとんどだから、みんなの意見が大事なんだ。とにかくアンケートは本当に一つの質問だけなんだけど、町の掲示板についてどう思う？町の中で助けを必要としている人を見つけられるからいいね。ということはかなり好意的に見ているということ？それは嬉しいな、カクスケ。お互いに助け合うことが強いコミュニティを作る一番の方法だと思うんだ。またね。そうね、なんていい人なんだ。いい人の塊だな、ジュンさんは。わ、やったー。ちょこちょここれは触った方がいいね。よし、さらにサンドフィッシュを手に入れるぞ。サンドフィッシュがどのくらい必要だったか覚えてないけど、釣りの経験値にもなるしね。取って損はないよ。
早くね、行きたいもんね。ネルバリじゃなくて、なんだっけ、ウィザーゲートだ。ネルバリもそろそろね、先に進めそうな気もするんだけどね。強くなったし、一匹もいないや。石を取るぞ。さっきはあんなにいっぱいいたのにな。夜になるとサンドフィッシュ出なくなっちゃうのかな。あ、出てきた。2匹ぐらい溜まってから行こう。いいなこの帽子。もう気合いで相当頑張ったからね、レンダー。お、いいキーがどうにかなるかと思ったよ。ほい、あれ、もう一匹なかなか出てこないな。ほい、あ、うわ、一気になり、いきなり3匹になったぞ。よし、やるぞー。ほい、キャストスピード速いのやっぱいいな。よいしょ、あー、完璧じゃないや。はい、サンドストーンフィッシュ、キャストスピード上げよう。さらに、惜しい。やっぱ完璧狙いたいよ。ほい、遠くから来たな。ほっほっ、よし、完璧。はい、サンドストーンフィッシュ。はい、はい、よし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 、あと1匹釣ったらレベル上がりそうなんだけどなー。おお、出てきた出てきた。イエス、うん、あと1匹か。あと1匹釣ろう。9時です。よいしょ、フォイ。あー、ギリギリだー、よかったー。よーし、焦ったな、ちょっと。釣りレベルゲット。釣り釣り、キャストスピードだな、やはり。うん、パーフェクトキャスト。次、飛距離を上げましょう。帰ろ帰ろ。これでサンドストーンフィッシュは23匹。これは足りない気がするな。30匹か50匹はいるような気がするよね。地道に貯めていこう。長いな。寝る張りか。寝る張りも進めたい。忙しいなぁ、相変わらず。三平分はネルバリか。2階に上がり、木の上にある古い道を見つける。最近単調になってきたし、ネルバリやってもいいかもね。あ、はい、ありがとう、コンポスター。よいしょ。お、蜂蜜できてたのか。よし、ハイビスカスの蜂蜜入れて、木を切りたい。これかな。早かった。
スティブオレンジを拾い、これ売りましょうね。よし、で木の板を作れるだけ作って、養蜂箱は、あ、石の方だったか、必要なのは。石取らんとな。お、リンゴリンゴ。アサリあたりも売っとこう。よいしょ。スティブオレンジ、アサリ、苗を手に入れてるね、いつの間にか。ポン、あ、なんか2個並べちゃった。そんなつもりはなかったんだけど。11時です、寝ましょう。あ、コンポスト追加しよう。よし、おやすみなさーい。年の我が家だ。おやすみ、寝る。夜通し寝たかな。うん、よしよし。では今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。